80sc、80sc standards とはアメリカで開発された地上波におけるデジタルテレビ企画。80sc の名称は企画の制定などを行ったコードテレビジョンシステムズ委員会に由来する。コードテレビジョンシステムズ委員会、米国コード化テレビジョンシステム委員会、先進型テレビジョン方式委員会ともは1982年に 設立されたグループで、アメリカ国内のデジタルテレビジョンのための ATS-C、スタンダーズを開発し名前を冠している。ATS-C スタンダーズは、クレストファクターが小さく、カバーエリアあたりの電力が小さくて済むことから、広大な地域に住居が点在するような場合に適した、方式であるが、シングルキャリアであるためマルチパス妨害に弱く、都市部での受信や、移動受信には不向きである。 そのため都市部ではケーブルテレビを利用する移動体受信用に別の方式を併用するなどの対策を行っている移動体受信の詳細は講述する。アメリカでは普及を進めるために36型以上のテレビは2004年までに25型以上のテレビは2006年3月1日、当初7月1日から前倒しまでに2007年7月1日。 2006年12月31日へ変更提案ありまでにすべてのテレビとテレビ受信機能のある機器への中7位増義務化を行った。その後は ATSC 方式への全面移行のため、ほとんどの NTSC 方式の放送が2009年6月12日に停止された。音声圧縮方式 AC-3 ドルビーデジタル。 映像圧縮方式 MPEG-2、変調方式 8VSB、その他に50フィールド地域向けの規格がある。中、I イコールインターレース、P イコールプログレッシブ、ワイドイコール16、Q、ノーマルイコール4、3。アメリカでは、ABC と FOX とその系列曲が 720P、その他は 1080i で放送している。ISDBT と違い p も、 放送可能だが、現在は放送されていない。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、大韓民国で採用されている。アルゼンチンとホンジュラスは、当初は ATS-C を採用予定であったが、ISDB-T を改良した ISDB-TV を採用した。ATS-C 方式に関連する移動体受信のためのデジタル放送方式として、 同じく ATS-C が開発する ATS-C-M-H 方式や ATS-C を採用する大韓民国が開発した DMB 方式などがある。ATS-C-M-H はモバイル機器等でのテレビ放送の受信を目的とした移動体デジタルテレビのための米国の標準方式。2009年にアメリカ合衆国で放送が開始された。 DVBH とワンセグがそれぞれ地上波デジタルテレビ標準である DVBT と ISDBT の移動体テレビ機能であるように ATS-CMH はデジタルテレビ放送標準 ATS-CA53 に対して有効な機能拡張である。ATS-C は典型的な北アメリカ環境における固定受信に最適化されており 8VSB 変調が採用されている。 t s c の転送方法は、モバイル環境における、ドップラー効果やマルチパス妨害に対して十分、力ではなく、加えて、教師構成の固定アンテナで受信することを前提に、設計されている。これら問題の解消を目的として、信号の保護のために追加チャンネル不合化の仕組みが、t s c m H に導入されいる。1CH あたりの最大ビットレートが4。 メガ BPS 実質1.5メガ BPS とワンセグ実質416キロ BPS に比べて高いのが特徴である。30FPS で放送されるため固定放送並みに滑らかでワンセグに比べて高画質、高音質な放送を実現できる。また高速移動中の受信性能もワンセグより高いと発表している。ラスベガスでは CES2009 の開催中に ATS-CMH の試験放送を実施した。ATS-C 方式を採用する大韓民国では、欧州のデジタルラジオ企画、DAV とデジタル放送企画幽霊が -147 を元に、主に移動体向けのテレビ放送用途に d m b 方式と呼ばれる放送方式を開発し、VHF 帯の電波を利用して放送を行っている。 現在は大韓民国で移動体向けの放送のみを行っているが、DMB 自体は固定及び移動体向けのデジタル方式のマルチメディア放送という位置づけある。ATS-C2.0 は ATS-C1.0 と広報互換を持つ標準の大規模な改定版である。この標準はテレビをインターネットに接続し、放送ストリームへ双方向的な要素を持ち込むことで、 インタラクティブで複合的なテレビ技術を可能にする。他の特徴として高度なビデオ圧縮、聴取測定、標的広告、強化された番組ガイド、ビデオオンデマンドサービス、そしてヒリアルタイムなコンテンツを含む新しい受信形態により情報を貯蓄する能力を持つ。ATS-C3.0 は帯域増強と効果的な圧縮性能により多くのサービスを 視聴者に提供するが、現行版との広報互換を立つ必要がある。ATS-C3.0 は、次の10年以内の登場が期待される。2013年3月26日、ATS-C は、このプランが 60fps で 4K ドトブの、解像度の映像をサポートするシステムと述べ、ATS-C3.0 の物理層への提案の呼びかけを公表した。 2017年5月31日、韓国は地上波で ATS-C3.0 を用いた4 k u h で放送を開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。